皆さんこんにちは、顔面ホームベースガタです。本日はですね、今電車に乗っているんですけど、どこに向かってると思いますか？ちなみにもう3時間近く電車に乗ってます。私が向かっているのはですね、岡山県の手前、兵庫県の奥の方に向かっております。ここでですね、私の仲のいい可愛い高校の時の後輩ちゃんに車で拾ってもらいました。今から岡山旅に行きたいと思います。ちなみに現在の時刻は11時半でございます。今回の目的はですね、2つあります。オムライスを食べるのと駄菓子屋に行くこと。果たして目的は達成できるのでしょうか？必見です。岡山はですね、なんだかんだ隣の県なんですけどね、兵庫県の。私兵庫県出身なんですけど、今日人生初めて遊びに行きます。ここでオムライスのお店に到着いたしました。こちらのお店はですね、和倉さんというお店です。和倉って、和風の和に冷蔵庫の象って書くんですかね。はい、それで和倉と読みます。なんか見た感じなんですけど、お昼はオムライスを提供されてて、夜になったら焼肉のお店になるんですかね。なんかちょっと変わるらしいです。好きなとこ座っていいよって言われたんですね。私たちはですね、ちょっと個室っぽいところ入ってきました。個室バリ寒いって思ったらですね、足元になんとヒーターが用意されてました。最高すぎ。これ何について語ってるんですかね。すっげージェスチャーしてますけど、私の予想なんですけど、自分の家族について話してると思います。私ですね、家族のこと大好きなんで、もういつもみんなに家族の話たくさんしちゃうんですよね。あと私はずっと喋っとかないといけないんで、多分マグロです。そんなこんなでですね、喋ってるうちに、なんと私のオムライスさんが到着いたしました。うまそう。私の後輩はですね、なんでか知らないですけど、急に映えを気にし始めました。おっと、ここで全てのオムライスが揃いました。めっちゃうまそう。女子大生ってめっちゃ撮りますよね、カメラで。はい、よく見ますこの光景。ちなみにホームベースはですね、心のカメラに収めとくタイプです。早食べたいなとか思ってるんでしょうね。後輩ちゃんのカメラも終了したようなので、今からいただいていきたいと思います。いただきます。今からちょっと高校の時のお話したいと思うんですけど、こちらの後輩ちゃんとはですね、もう結構遊んだことが多かったんですよ、高校の時。ちょっとした休みの時間でも絶対に一緒に遊ぶって感じでした。一回私のですね、地元神戸に遊びに来てくれたことがあったんですけど、その時ですね、一緒にパンケーキ食べに行ったんですよ。もうめっちゃクリーム乗ってて、普通のお客さんとかやったらもうめっちゃ長い時間をかけて食べる感じなんですよ、おしゃれに。やのに私たち大食いで早食いなんで、2人で食べましたところ、なんと5分で完食いたしました。素晴らしい。私ガチで大食いには なぜか知らないですけど、謎の自信が湧いてるんですよね。高校時の黒歴史なんですけど、黒歴史でもないか、遠征とかでご飯食べるじゃないですか。おかず以外にお米があって、私お米大好きなんですよ。なんと5杯食べました。はい、えぐいですよね。5杯ですよ、5杯やばないですか。なんでこの後輩ちゃんいるじゃないですか、私のことベイって呼んでました。米って書いてベイです。なんとここでホームベース謎の儀式が始まりました。オムライスを食べ終わり、次にやってきたのは日本一の駄菓子屋さん。いろんな友達行ってて、ほんまに行ってみたいなってずっと思ってたんですよ。ちなみに私は1050円分お菓子とか買っちゃいました。芸能人の下敷きとか写真とか、くじ引きで引けるやつあるじゃないですか、あれ買ってきたんで紹介します。変なもの買ってきました。誰が出るんやろ。神宮寺かな。神宮寺でやってほしい。どうします。岸くんやったらマジで笑う。岸くんやったらもう岸推しに変更しよう、うん、変更せなあかんな。路線変えた方がいいと思う。何何何何翔くん、わやったやんやったやん、おめでとうございます。翔くん、かっこいいね翔くん。
あんま驚かへんのかよ。さっき騎士の時のショーかと思った瞬間が一番喜んでたかった。第一希望は一切出なかったということで、その後はですね、もうずっと岡山の街を車で走ってました。後輩ちゃんのですね、妹ちゃんがですね、部活が終わったということで、今から迎えに行こうっていうところです。今ですね、はい、ずっと車乗ってました。私ずっと助手席でずっと運転してるとこ眺めて、申し訳ないなって思ってました。ここで可愛い路面電車を発見したので、カメラを回しておきました。なんか可愛いですよね。なんとも言えないです。はい、おーって書いてます。後輩の妹ちゃんを拾ってですね、なんかアイス食べてたんですけど、そしたらもう真っ暗になっちゃいました。もうどれが買うかわからんがなって感じなんで、もう家に帰ってまーす。まあ今日のホームベースはですね、帰る家がないので、後輩ちゃんの家、まあセカンドハウスに帰りたいと思います。さようなら。